最悪の事態が起きる。この子に見覚えある？覚えてねえって。結婚まで考えとった相手を殺されたんやで。広沢の彼女だった子、俺たちに告発文を送る動機は十分にある。お約束は必ず果たします。ほんまに好きなんやな。ええとこも悪いとこも好きになってからが本番や。俺でいいならいつでも聞くよ。ホームから落ちた時一緒にいた子、この子だよ。あのすみません。告発文を送ってきたのは金曜ドラマリバース金曜。